こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルの、スポーツタオル、これをね、激安で安く作る方法ですね。それについて説明させていただきたいと思います。一般的にですね、販売用のタオルとなりますと、よく言われるのがこの、染料のプリントのタオル、染料のプリントですね。プリントの仕方なんですけども、染料でやるというのが一番まあ問題ないよっていう話よく聞くんですけども、やっぱりまあ、みんなに配布するようなタオルとかね、ちょっとどうしても安く今回はしたいんですよと。ただやっぱりタオルは大きいのが欲しいんですよっていうことであれば、やり方なんですけども、こういった方法ですね。これがまあ安く、一番まあ安くできる方法、安く作った、タオルなんですけども、でもそんなに全然安くなったようには見えないんですね。というのも、デザインの仕方なんですけども、やっぱりね、こういうふうにうまくデザインすると全然遜色なくすごくいいもんに出来上がってきます。で、このタオルっていうのは実は、日本製のタオルじゃなくて海外製のタオルなんですね。で、海外製のタオルで日本でプリントをする、それも、端の方はね、インクつけないで真ん中だけに集約するようなプリントをする、そういった場合がやっぱ一番安くできますね。なので、まあデザインがまあまあ大体こういった形で決まってるんですよと。で、まあ予算はこのぐらいなんですっていうのがまずお決まりになった場合ですね、まず我々にご相談いただくっていうのが、業者さんにご相談いただくっていうのが一番まあ間違いない方法やと思います。で、まあその中で一番安くできる方法も当然ね、提示させていただきますので、その辺でまあお互いね、一番いいのを作っていこうという、そういった姿勢でやっていきたいと思いますので、もし何かわからないことがありましたら、一番最後に出てますこのフリーダイヤルの方ですね、かけていただく、それが一番間違いない方法やと思います。よろしくお願いいたします。